昨日はですね、なんか福島県高校新聞大会でですね、講演するために郡山に行かれたと、いうことなんですけど、郡山自体は、あれですか、その前にも、行ってるわけですよね。何回か、もう 4,、はい、4回目ぐらい、今年になって4回ぐらい、郡山は。あと、いわきと、会津と、福島市とか、はいはい、まあ、いくつも行ってる。郡山、今、上杉さんはずっとここら辺見てこられた中で、なんか変化のようなものっていうのは感じられたりはしたんですか？まあ相対的に見て、あと感覚ですけど、郡山が実は一番、なんていうんですかね、その放射能、はい、まあ事故後の放射能に関しての、危機感が薄いかなと。いうのはありますね。それはどういうことで思うんですか？やはりですね、関心がないんですよ。関心がないの？で、本当あるんだけども、考えたくないっていうのは実際のところで、比較的線量高いんですね。昨日も、新幹線降りてから、はいはい、郡山の駅とか、一人で、測定器で、ずっとまだ測ってたわけですね。ただ、1ぐらいは普通にあるんですよ。普通にあるんだ。で、やっぱり1っていうのは結構高くて、例えば、政府の、法律で決まってる除染対象支援区域、はい、これ0.23マイクロシーベルト毎時ですよね。1と言うと、まあ、0.9 とか1とか普通にあると、これ放射線管理区域に近いんじゃないかと。しかも1メートルぐらいで測ってるんで、子供はもっと低いところで生活空間というのがあるんで、いや、本当にどうなってるのかなと。で、まあ、高校生だから、その辺のことはですね、はい、まあ、自分の、問題として、かなり敏感に扱うかな。はい、ただ高校生って言っても、郡山じゃなくて、福島県全域から集まってくる新聞部、ね、高校の今、小冊子を渡されましたけど、福島県高等学校新聞連の後期大会、平成23年度、これが郡山ビューホテルアネックスで、3月6日火曜日にあったということですね。そうなんですね。ここで話した内容というか、むしろ高校生がどういうふうに考えているか聞きたかったというのと知りたかったんですね。で、今手元にこれ、昨日の高校新聞、まあ、各校のですね、新聞持ってきたんですが。そりゃいっぱいあるわけだ、だからね。正直言って、新聞の作りとか見てると、すごいプロ並みというか、うまいんですよ。カラーでもあったり。本当だね。僕らの頃と本当、学生の感だね。僕らの頃はガリ版でさ、いかにも学生が作ったようなものしかなかったわけだけど、それなんかもうカラーのページで、そうなんですよ。いわゆる、なんか本当に、大人のね、普通のどっかの会社で作ったかのような。ただ、ぶつかっちゃった。これ、いっぱいあるんですけど、非常にこの、なんか、泳ぎがいいんですよ、新聞なんですけど。高校新聞で、まあ、世界中であるわけですね。このハイスクールで作ってるんで。ただ、これ正直言って、まあ、皆さんの前でも言ったんですけど、要するに顔が見えない新聞。記者クラブの新聞みたいなんですよ。ああ、そうか。もうなんか、ひな形みたいになっちゃってんだ。そうなんですよ。それぞれ、大新聞の。なぜかというと、例えば、これは、福島でしか書けないものがあるわけです。放射能の問題。そうだよね。で、高校生、例えば、やっぱりその、地域双葉郡の方からですね、避難を余儀なくされた高校生とかも含めると、やっぱりこれは、まさにその、自分の問題として書けるテーマなんですね。そうだよね。ところが、結構、例えば校長先生の、ないんですよ。校長先生のどうでもいい話とかね。そうだな。トップに持ってきたり。で、そこでしちゃうこと自体が、本当今の新聞の紙面作り的な感じがするよね。そうなんですよ。やはり横並びっていうのと、言ったのはですね、先輩が作ってきたような新聞とか、あるいは、要するに別の高校が作ってきた新聞とか、それから、まあ、指導教員が、こういうふうにしなさいって言った新聞というのは、そんな新聞じゃなくて広報だと。皆さん作ってるのはこれ広報誌ですと。新聞というのは自分たちが耳で聞き、目で見て、そして肌で感じたものを自分なりに一人一人、違う中人間は、それを書いて、堂々と書けと。そうだよね。かっこいい。遠慮することないわけだよね。そうですね。かっこいい新聞作る必要ないんですよ。そうだね。もう下手でも、それこそ、何でもいいから、文章が。自分が見たものを素直に書くことが、それが独創性と独自性なんで。そう。それで声が届くよね、その方がね。で、放射能の問題下げてるような、まあ、一部ありますけど、下げちゃダメだと。それはなぜかというと、今生きてる大人たちなんで、基本的に、その責任取る時代になったらいなくなってるわけだから、高校生の皆さんが、
自分の問題として30年、40年後を含めて書いていかなくちゃいけないんで、自分の思ったことを発信して、なるほど。っていうふうに言ったんですね。全然じゃあそこにあるものでは、放射能に関してのその思いとか考え方みたいなものっていうのは、吐露してるところっていうのはどこにもないんですよ。すごい泳ぎがいいんですよ。で、それはびっくりだね、人と違うことをやった方がいいと。で、失敗してもいいから、怒られてもいいから、とにかく自分の思いを。そうだね。まあね、例えばね、ちょっとそれに近いところが、昨日見直したところで、これは、なんだろう、県立青井高校、知ってる青井高校なんですよ。この青井。会津女子高校と会津高校、共学になった。あ、そうなんですか。この青井高校の青井新聞っていうのは、まあ、後ろに見ると結構ね、生徒の気持ちが直接的に書いてあるんで、これなんかは、こういう新聞がどん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 できればいいのかなって、昨日ちょっとね、見た時は気づかなかったんですけど、だからね、そういう。やっぱ少ないわけね、相当ね。これ、あ、そう、唐橋さんの話も出まして。唐橋さんの高校はどこですか？あ、私、会津女子高校だったんですけど、共学になって青井高校に。これが今のが、だから、だから結構、新聞としてはそういう意味では、上杉さんが、まあまあ、出てる方かなって言ったのがそれなんですね。そうですね。中の方も卒業生を送る。これ、まあ、先生からメッセージですけど、この後ろの方とか、生徒の顔写真と、まあこれは署名記事ってやつですよね。ただもう少し中身もドーンと書いてもいいんですけど。ただ、言ったように放射能と問題っていうのは、まあ、福島の高校の生徒が、しか書けないんですよ。はい、ただ、昨日ちょっと質問した中では、相馬高校かな、県立相馬高校の、まあ、生徒、学生さんがですね、はい、生徒さんが、瓦礫を、まあ、自ら足で運ん、見に行って、で、それを一回記事にしたと、いうことを言ったり、あるいはですね、海外の方に行ったり、話を聞いたとかですね、あるいは、農家の、はい、方、農家の息子さんというか、まあ、高校生が、農家をなんでみんないじめるんですかと、東京の人はなんでそうやって言うんですかという質問をしたり、まあ、その、まさに質問の中では、その、書いてほしいことが出るんですね。ああ、そうかそうか。それをそのまま吐露して自分で取材してと。なるほど。まあ、場合によっては自分のお父さんお母さんに取材してもいいわけですよ、最初は。ね、まさにそこをみんな知りたいね。で、やはり高校新聞っていうのは、実はこれ、どうしてそういう厳しいことを言ったかというと、まあ、まもなく1周年。1年経ちますよね。3.11 から。そうね。で、海外の、さっき言ったように、ハイスクールっていうか、新聞って非常にレベルが高いんですよ。もうそのまま新聞記事もできるようなものが出たり、例えば大学新聞なんかは、オバマ大統領が昔、編集長やってたぐらいのものもあったり。はいはい。で、そうすると海外の人たちからすると、高校の新聞っていうのは、その若い人たちが直接、肌で感じたことを、報じるということで、ある意味アンテナみたいな形で読みたいわけですね。参考にしたり、取材したり。その時に来て、この新聞だと何だろうと。参考にならない。感性がないのかと。やはり放射能事故をどう考えてんだろうと。みんな知りたいわけですね。そうだよね。まさに新聞でそこを言えば、まあ本当にその、横並びっていうか、これはでも自主規制しちゃってるわけ、生徒が。それとも、先生がやっぱりいるっていうところで、先生の指導みたいなものがそこにあるのかしら。いや、これはまあ、日本の新聞が悪いと思います。要するに日本の新聞って感性ですから、発表ものだから。だから余計なこと書いてませんよね。で、海外の新聞、ぜひ読める人見てくれと。みんな個人個人署名を書いて、そして名前を出して、自分の思いとか、自分の主観を堂々と入れてる。ワイヤレスサービス、つまり通信記事と違うんで。で、それが新聞なんだと。なるほど、ね。だからそれ言ったら、多分分かったと思うんですけど、やはり、新聞って、ね、主張が入っていいんですよ。で、客観公正報道なんて神でもない限り無理だと。そんなことはもう海外ではみんな諦めてるのに、日本だけが、そんな無理なことを未だに言ってる新聞があるんで、ね、皆さんの読んでるような新聞は、まあ、10年、20年、皆さんが社会に出る頃はなくなってるから、こういう形態は。でそこ気にせずに、堂々と自分の言い方をと。いうふうに言ったんですね。まあこういう悪い例があるんで、これ今ありますけど、朝日毎日読売が。これも世界で新聞って言いません。これ広報誌っていうの、ね。で、それをずっと話したんですね。それで生徒との何か質疑応答とかはあったんですか？最初質疑応答で質問はって言ったら、誰も手を挙げなかった。やっぱそういう空気なんだね。だから、まあ一人挙げると、やはり言いにくい空気もありますし。で、それでポツポツ上がり出したと。やっぱり疑問持ってるし、で、最後に私が今ずっと1時間以上喋ったことも、
いきなり正しいと思わないでくれと、うん、疑問を持っていいと、うん、でそこから自分で考えて調べて、うん、そしてそれも新聞にしてもいいわけですからね、なるほどなるほど、まさに新聞ってそういうものなんで、うん、広報と新聞を完全に取り違えてるのはこれ高校生が、まあ多分その福島の高校の新聞会の人たちっていうのは相当インパクトはあったと思いますけどね、うん、まあこれは悪い新聞の見本しかないんで日本は、うん、まさかそんなことを言う大人っていうのが身近になかったりなんかするわけだろうからね、多分呼んで失敗したなと思ってい, やいやいやいや、あと間もなく 3.11 からその先ほどからずっと言ってる1周年ということなんですけど、最近上杉さんメルマガなどで自分のそのツイッターのログをたどってですね 3.11 直後に、自分自身が発信された情報を検証ということをされてますけど、はいね、大手メディアも1周年前にですね各社検証と銘打った特集を組んでますけど、はい、まず そのあたりをチェックされてどういうふうに今思ってますか、まあ、ずっとやってますよね、うん、年末から、うんうん、あれ検証じゃなくて言い訳だってずっと言ってきたんです、うん、NHK から朝日も含めて実は、はいはいはい、なぜかというと自分たちが、うん、これ前も言いましたけど報じたものをそのまま載せればいいんだと、うん、恥ずかしくないのかと、うん、いうことを言った手前、うん、じゃあ自分でもやってみようと、うん、いうことで、まあ、メルマガ含めて、あとデイズジャパンでも、うん、ツイッターのログ全部出しましたけど、少なくとも1週間か2週間分、うん、まあ、自分も間違えた情報を出したかもしれないし、うん、どうなったか覚えてないところもあるんですね、うん、非常に感情的な高揚してた時期なんで、そういう意味では、でその取材をしているというよりもむしろ最初は申し入れですね、政府に、うん、でその後東京電力の取材でどういうことをやってたのかなと、それ自分自身の自己批判も含めて、うん、そのまま載せようと思って、うん、やったら、まあ今のところ3月12日までやっときたんですけど、恥ずかしいことはしてなかったなと、少なくとも。間違えたことはちょっとあったかもしれないけど、その恥ずかしい、つまり、あの情報を隠したとか隠蔽に加担したとか、そういうことはしてなかったなと今のところは思ってます。ただこれ、私だけじゃなくて、すべてのメディアがやるべきじゃないかなと。今、本当だよね。あの、ツイッターでも出てきましたけど、海外、ヨーロッパとかも今1周年のやつの特集記事、はい、特集番組がずっといろいろやってるんですよ。で、今日今、ドイツのテレビで、私も出たみたいですけど、あの、とにかく、そうやって、世界中でジャーナリストたちが自分の報道も含めて検証するんで、日本のメディアたちも、検証という、うん、まあ、言い訳記事を載せるんじゃなくて、うん、そのまま載せればいいんで。いや、本当そうだよね。そのまま載せて、そして自分がどういうふうに報じたかっていうのを検証なんで、うん、あの政府の検証する前に、まず会より始めようで、そうだね。東電の言うことよりも先に、自分たちの記事を真摯に検証してって、うん、そして次を報じると。そうだね。3.11 になった時には、去年の 3.11 の紙面をそのまま載せて、ね、で、そっくりそれに関しての、まあ、ね、ちょっと検証をやるべきだね。3.12、3.13 までまだ良かったんです。うん、3.14、15、うん、16、3月20と、うん、なってくるともうひどくんですよ、うん。全部隠蔽になってくる。なるほどね、隠蔽に加担するんですね。うん、で、やはり、その時の自分たちの反省です。うん、これはまあ、ニューヨークタイムズも含めて、はい、全部やるんです、どの新聞も。うん、あの、大きいニュースの時は。はいはい、検証記事を、うん。イラクの時もそうですし、911の時も。で、それはどの報道機関もやってることなんで、うん、日本の報道機関も1回ぐらい、うん、当たり前のことなんだからね、せめて1社ぐらいは一面トップでそれをやった方がいいかなと思います、ね。いや、本当そう思いますね。わかりました。上杉隆さんにはこの後も引き続きお話を伺います。よろしくお願いします。上杉隆さんにニュースを取り上げていただきます。原発事故で福島県田村市の警戒区域指定が解除されるという、このニュースですね。はい。まあ、日本では、その、除染を行って、うん、そして、帰っていただくと、はい、いうことは、最初の昨年4月17日の工程表で決まったんですが、実際は5月、6月の工程表改定で、除染をしたところからじゃなくて、戻ってもらってとりあえず除染しようと。まあ、これも実際そうですね、完全に除染というのはできてるわけではないので、はいはい、当然ながら。で、これがもう戻っていくと、いうことなんですが、問題はその双葉町の方ですよね。はい、これはもう、町全体が避難、区域ということで、全町民が避難してるわけですが、はい、昨日もですね、福島の高校新聞大会で言ったんですが、はい、実はヨーロッパ、先月行ってきて、はい、そこで一つ確定的なことが分かったわけです。うんはい、何でしょう。それはチェルノブイリ、うん、まあ今のウクライナ、ベラルーシの科学者たちも来てたんですけど、はい、今の現在の人類では、核種、まあ、放射能の核種ですね、はいはい。セシウムとかいろいろありますが、完全に除染するっていうことはできないところがあると。うんうんうん、で、それはもう、
ヨーロッパの人たちは分かってるわけですね。うん、で、それは原発賛成で反対に関わらず、はいはい、共通認識であるんですが、うん、日本は、必ずできるというふうに思ってるのか思い込んでるのか、うん、それこそ先ほどのホームのニュースじゃないですけど、うん、国家全体がマインドコントロールされてるのか、うん、なんでそこに気づかないんだと、うん、っていうことなんです。つまり、はい、双葉町の一部は、これはもう基本的に除染できないということは早く政府、うん、はい、もしくは、しかるべき人たちが判断してあげないと待つわけですね。本当だね。怒りの一年だったと、うん、井戸川町長おっしゃってますけど、うん、要するに帰れるか帰れないかっていうのは大きな違いなんです。うん、工程表発表した時4月ここで言った通りなんですけど、9ヶ月で戻れるというふうに言う嘘はやめろと。うん、やっぱりそれが9年とか、うん、あるいはさらに先となると人生設計全体が変わるんで、うん、で、ぜひその部分を正直に政府は言ってほしいと、うん、言ったらまあごまかしながら、うん、まあメディアも同じ一面トップで全部報じましたけど、まあね、結局そうなったわけですね、うん。だからもう早く本当のことを言って、うん、そして別の人生を歩む人は歩む、うん、待つということに関して1年待ってるわけですから。うん、やはりこの1年待たせたっていうことを罪と考えないといけないということだと思うんですよね。うん、まあ、早い話が、起こったことはもう、これは誰にも変えられないんで、本当のことを言う、ずいぶん現実を直視するということを、政府も、そしてこのメディアも、やんなくてはいけないと。もう、そろそろ1年経ちますから。でも完全に気持ちをもてあそばされてる感じですからね。頑張ろうとか、なんとか乗り越えようだけじゃ、どういうものなんです、放射能は。まあね、岩手とか、宮城などの、まあ、津波とかの復興というのは多分何十年かすれば、そして、いつかはこれは必ず乗り越えられるんですけど、放射能の問題だけは、こればっかりはね、乗り越えられない地域があるということをもう一回きちんと、みんな直視しなくちゃいけないなと思いますね。さて、上杉隆さんの今朝のキーワード、白板にはですね、未来の記者たちという言葉を書いていただいております。はい。はい。昨日、福島県郡山市で開かれた福島県高等学校新聞、大会ですかね。文化連盟新聞部門大会。招かれたわけですね、上杉さん。で、講演をしてきたんですが、なんで講演したかというと、実は、このそことこを聞いていった人たち、3月、去年の3月。はいはいはい。が、呼ぶという非常に間違えたことをしてしまったわけです。間違えたことをしてって言うと、またこれを本当に間違えたことしたのかって聞き取る人がいるから、言葉遣い注意してください。テレビさんのね、まあなんかすごい。とんでもない発言とか。ダンス発言とか、あるいは、カラシさんの、カラシ先輩ですか、高校生の。そうだね、福島の子にとってみれば。の、で、まあいい加減などうでもいい相づちみたいな。そういうこと言うね、また。それをみんな聞きながら、なんか呼ばれたんです、私が。ああ、そうなんだ。だからそことこ代表ですね、基本的に。で、行って、思ったのは、まあ、さっきちょっとね、ちらっと話しましたけど、はい、まあ、新聞いいんですけど、うん、お行儀が良すぎると。もう自分の気持ちでどんどん書けばいいと。と、うん、いうことで、さっきちょっと青い新聞、これしなかったんですよ。はい、唐橋さんの。唐橋さんの学校、会津女子校と、男子校が合併になったわけ。そうですね、共学になりましたね。なんかよくわかんない名前ですけどね。まあ いや、それの新聞がまあいいというのと。まあ先ほどもね。あと、実はさっき結構厳しいこと言ったんですが、うん、褒める新聞もあるんです。例えば、江南高校新聞。はい、これ、スザクって言って、紙は一番この中であんまりいい紙じゃないんですけど、ね、中身は、中身はいい、生徒の声が直接生きてるんですよ。生徒の、声が、まあ、こういう形で、いくつかその署名でですね、これ生徒が書いているんですね。これ署名記事って言うんですけど、そうすると誰が書いたか分かると。そうだね。そしてそういう意味では、要するにその声が、生徒の生の声が少し聞こえるというのが、一つこの江南高校新聞いいなと。さらにいいのが、さらにまだいいのがあるんです。さらにいいのが、どこですか、福島高校の、なんて呼ぶんだろう、これ。梅の文章の章で賠償っていうのがね。これはね、例えば高校、この中に、例えばモニタリングポストの設置とかですね。要するに放射能と向き合わなくてはいけないわけですね。要するに誰も向き合わないわけですから、まさにね、高校生自分たちの問題なわけですね。10年、20年、30年経っても福島県では、この彼らがもし福島県で新聞記者になったり、放送記者になった場合は、可能性は十分ある。放射能の問題を無視して、語れないわけですよ。そうだそうだ。そういう意味では、こうやってきちんと、モニタリングポストもそうですが、裏面には、除染の、まあ福島県の環境再生事務所に、ちょっとインタビューしてると思うんですね。はい、その記事がちらっと載ってて、あ、これはいいなと。斉藤さんっていう、
記者が、記者っていうか高校生が、伊藤さんというこの方に、中間貯蔵庫のことを聞いてるんですけど、それもきちんと伊藤さんのコメントもあって、非常によく書いてあった。まあ、そのあたりがいいところで、他は要するに今の、あの大きな新聞の悪いところをそのまま踏襲しちゃってるような紙面作りになっちゃってるわけですね。そうなんですね。で、実はナンバーワンがあります。もうこれから、これがナンバーワン、これから言うの。福島商業高校の尺投げという新聞で、尺投げ。これ、カラーもいいんですけど、まあ、お金使ってるよ、これ新聞。で、この 3.11。はい。14時46分の特集をしてるんですが、右面という左面ですね、これきちんと甲状腺検査とか、はい、福島の放射線量の推移とかですね、私たちの放射の対策とかきちんとこれ結構書かれてる。しかも原発クイズということで、11月のこの新聞でもやったものの回答ですね、要するにフランスはどうだとか、セシウムの半減期はどのぐらいだとか、一生懸命ちゃんとまとめてんね。これね、一番向き合ってるんです。他のページにもきちんと放射能のことを向き合って、これは昨日も話したんですけど、フランスとか行くと原発賛成派反対派いると関わらず、放射能の問題とは原発の賛成派と別なんですね。関係ないもんね。これは人類にとって同じ脅威なんで、これは安全だという人は嘘です。現実だからな。原発に例えば生身の人間入れませんから、まあ、そういう意味では福島の高校生、未来の福島の記者たちが必ずずっと一生付き合っていかなくてはいけないと、いいか悪いか別として、これがやっぱり放射能の問題なんで、こことはぜひ目を背けないで、今後もこういういい新聞作ってほしいなと思いますね。今朝の上杉隆さんのキーワードは未来の記者たちという言葉でした。まあ多分その昨日のね、福島のその高校の新聞の大会ですけど、上杉さんを呼んで、どうだったのかっていう、いろいろその後の生の声を聞いてみたかったね。先生の反応とかさ、先生の言うことなんて聞くなと言いました、それはいいことだと思うよ、ね、そんな新聞記者がそんな上の方の言うこと聞いてて新聞記者になれないね。海外の新聞記者ってみんな、やっぱ健全な会議式なんですよ、でみんな言うこと聞いてなかったら広報誌なんで。そうだね、組織入ったって一匹狼で人間あるべきなんだからね、本来ね。でもう今からそういうのは高校生の新聞と言わずに、一人の記者としてもうやっていくぐらい勢いで、書いていくと。なるほど。いうのが、まあ本当の正しいことを伝えるということなんですね。まあそれは本当に福島の、高校生しかできないことなんで。いや本当そう思いますけどね。それ逆にチャンスだと思ってきちんと、チャンス、事実に対して、なんとか応じると。そして自分の主観でいいんでね。下手くそでもいいんで、ちゃんと自分の見たもの、聞いたものを、足で稼いだものを書くという習慣を期待したいですね。日本の新聞自体がひどいんで、それを何とか変えてほしいですね。わかりました。上杉隆さんにはこの後7時からのニュースのポイントでまた解説していただきます。よろしくお願いします。東京電力福島第一原発事故について調査してきた福島原発事故独立検証委員会、いわゆる民間事故調の独自の調査検証報告書が先日公表されました。民間事故調は科学者や原子力の専門家、法律家、ジャーナリストなどで構成され、菅直人前総理や当時官房長官だった枝野幸男経済産業大臣などの政治家、原子力安全保安院、原子力安全委員会、官僚関係者などおよそ300人から話を聞いたということです。ということで、この報告書ではですね、原子力の安全についての国、それから電力側の技術的思想、それから事故対策などの不備、政府電力会社のもたれ合い、規制当局としての原子力安全委員会の対応能力のなさが、まあ、指摘されているということなんですけど、上杉さんはこの報告書はもうご覧になったわけですね。読んでません、全部は。ああ、そうなんだ。まず一つには、どうしかというと、まあ、全部読んでないだけの全部読むだけの時間がなかったんですが、これから読みますが、ただその一部読んだところでは、まあ、ちょっと何を今更感があるんですよね。それが強いわけね。特にジャーナリストが入ってます。新聞社などの、大先輩たち。そうだよね。で、まずこれを発表した時はなぜ読んでないかというと、日本記者クラブ、プレスセンターでやったんです。はいはい。フリーランスとか海外メディア排除。またしても。もう話にならないんですよ。ならないね。なんでそこまで、そういうことするんだろうね。全く意味がないですね。自分たちで勝手にやってろと、正直な気持ちになりました。で、それで、自分たちの言い訳ですね。俺たちはここまでやったんだと。まあ、要するに都合が悪いから排除するのかな。本当に、もうその時点で、その報告書の正体がバレましたね。いうことね、要するに突っ込まれたくないんでしょうと。いうことで、
だからまあ読んでないことにもつながるんですが、あと一つ問題は、はい、東京電力の調査がないわけです。ああ、それおかしいですよね。で、東京電力が拒否した。拒否したと、まあ、こういうことは許されるんですかね。まず東京電力は許されないと。同時にもう一つ、東京電力の記者会見に3月ずっと入ってたフリーランスの記者がいるわけです。そうだよね。誰一人聞かれてないんですよ。それが不思議な話だよね。あんだけ、質問して。そんだけ手抜きの調査はないよ。およそ300人からって。最も大事なところは抜けてんですよ、うん。手抜きすぎるよな。何を考えてんだろうと。本当だ、ね。まあそれが、最初の第一印象ですね。あ、そうかそうか。これ民間事故調を組織したのは日本再建イニシアティブという団体ということのようなんですが、これはどういう団体なんですか、これ。日本再建イニシアティブ。よくわからないですね。なんか、本当にあるのこれ。まあ、今回は、シンクタンクみたいな形で作ったと思うんですけど、基本的にはさっき言ったように、まあ、新聞社の、まあ、元、コラムニストとかですね、いろいろ入っていって、まあ、正直なところは自分たちの、俺たちはこういうふうにやったんだということの言い訳にしか見えないんです。アリバイ作りみたいな感じがね。それは今申し上げたように、一番大事なのはこれ東京電力が何を知ったかということを言わなくちゃいけないと、はい、うん、そこを抜かして何にも語れないと思うんだけどね。それが拒否したらもうそれはしょうがないんですけど、拒否されちゃうんだね。拒否された場合はさっき言ったように代替案があるわけです。セカンド、はい、チョイスというか、それがあの会見にずっと24時間出てた人間がいるんだから、そうだよね、そこに聞くとか、まあ、そういうことをやればいいんですが、何もやってないわけです、その点をね。その部分がないのと、あと発表するときに関してクローズにしたと。何がこれで、とんでもないな、まあそれで報告書だというのはおかしいのと、あとはまあ所詮民間なんですね。これなぜかというと、他に実は東京電力の事故調というのがあります。それから政府の事故調というのがあります。もう一個国会事故調というのがあって、やはり民間事故調、まあこれやることはいいことだと思うんですけど、ただこれが、大きな、パーセンテージを占めないのは、なぜかというと、何の権限もないんですね。なるほどな。ただ国会事故調は例えば、報告書をまあ5月6月に出てきますが、はい、その間、参考人招致、つまり立法府が作ったものですから、国権の最高機関である、立法府の人間が作って、そして民間人にやらせて、まあ、ある意味独立性を保ってるわけですが、その、国会の、事故調に関しては、参考人招致、場合によっては偽証罪と、伴う、承認喚問もできるんですね。あ、なるほど。ですから、その部分では法的にはかなり、きちんと追及ができると。だからそこに期待するというのが、ね、まあ、私個人も、正直な気持ち、ありますね。あと、国会事故調だけが、フリーランス含めて海外メディアに全部オープンにしてるんです。はいはいはい。で、前回は、まあ5回目の時は、国会内でやらざるを得なかったんですが、その時は、国会の方、つまり記者クラブの方が、はい、フリーランスの記者だけは、録音とか、はい、そういうテープを持って入っちゃいけないと、携帯電話を。というルールを、側を決めて。一時差別するんだろうね。そうですね。で、事故調の方がそれは差別だから、同じようにしてくれって言ったけど、まあ、通んなかったという。ひどいね。その話聞くたびに。まあ、いずれにしろその、そういう人たちが作ったのが民間事故調で。それは正直言わせるほど、ろくなもんじゃないってことになっちゃうな。もうちょっと、読む気にならないのはそういう意味なんですね。そうなんだ。で、これだけど、民間の事故調の報告書ってのは、販売されるのこれ。ネット上でも閲覧できないって本当ですかこれ。そうですね。まあ、金儲けなんでしょう。金儲けと自分たちの言い訳なんで。正直言って、この民間事故調に関しては、まあ、あんまり、本当に、聞けば聞くほどひどいね。どうして新聞テレビがこれを扱ってるかというと、自分たちの先輩がやってるからですね。ああ、いうことなんだ。まあ、点数稼ぎのために載せましたよと。で、国会事故調の方が、よほどかなり追求してるんです。例えば、スピーディーの3月15日、米軍に、出していたと。そうだよね。あれは国会事故調ですし、そうかそうか、で次から次へとかなり厳しいものが出てるんですけど、国会事故調に関しては、記事大きくは使わないのは、3月以降の自分たちの誤報がバレてしまうからですね。そういうことなんだね。まあそういう意味での、非常に、曖昧というか自分たちは都合のいい報道もしてるし、都合のいい、検証委員会だと。いうことで、これだけボロクソ言うと気持ちいいですね。まあ、そうだね。でも一応これ最悪なシナリオが掲載されてるんですか、これ。最悪のシナリオっていうのはあれ、3月23日、はい、近藤シナリオのことだと思うんですけど、あれもともと3月に言ってましたから、あると。特に別に。それは掲載したのは初めてで、要するに、あったのは、フリーランスもみんな指摘してたのを、今頃掲載してるのかと。まあまあ、隠蔽してたわけですよ、ね。で、あれは、自由報道協会の会見でも、馬淵、
当時の補佐官に聞きました。で、それは、あったけど、当時の細野さん、それから菅総理、などの一部しか知らなかったと。はいはい、まあ、替え玉も知ってたりですけど、まあ、情報隠蔽を半ば認めてるわけですね。そうだよね。で、その時3月ですから、今頃最後のシナリオ分かったってもう手遅れなわけですから。本当だな、そういう意味では、正直な話、今、言い訳なんです。もう万事が。1年目を迎えて、自分たちは悪くないと。いうマスコミの、やっぱり言い逃れに使ってるということでしょうね、これは。一応なんか報告書の中では政府の国内外への情報発信の仕方と国民の不安に言及していると。まあこれ報告書の中じゃなくても政府のという言葉はマスコミのと、書き直した方がいいんじゃないですかね。私たち、マスメディア、新聞、テレビは国内外の情報発信の仕方と、こういうふうに、もう少し言及した方がいいんじゃないかと。いうふうに思います。海外の方は、この政府の自己調のことに関しては、ほとんど相手にしてません。いや、本当に全く。事故の直後からずっとしばらくの間、新聞テレビで欲しい情報が全然手に入らなかったっていうのを体験しちゃうと、そうですね。もう愕然としちゃうよね。今、事故調では、NRC、先月発表したアメリカの NRC の3200ページの、はい、まあ、事故報告書。あれが一番率直に書いてると。それから今度5月にまとまる国会事故調。ここはおそらく、ある程度のものを出してくるだろうと思われます。まあ、ただ一つ、いいのは、まあ、成果を上げたというか、評価できるのは、国会事故調や他の事故調に対して刺激になったと。つまり、少なくともこの政府の事故調よりもいいものを出さなくちゃいけないというのを、与えたという意味で、それだけの役割は果たしたんですが、中身に関してはまあ、いいんですね。そう、今更はこれ分かってることですから、ずっとそこそこ聞いてる方がよっぽど事故調のような報告書はいいと思いますね。ああ、そうは。当時。まあ、あるように努力したいですけど、だけどまあ、間もなく震災から1年迎えますけど、まあ、上杉さんとしてはどうなんですか、テレビなんかも特番とかやたら組むじゃないですか。ね。なんかまあ、なんか印象としては特番組んじゃった後、また普通の番組に戻しちゃって、ほとんどなんか、こう、編成自体がそういう編成になっちゃうような、新聞なんかもなんかそんな感じになっちゃってるみたいなね。ずっとずっと待ってるんですけど、1年間。特番、検証番組という言い訳番組じゃなくて、本当に検証するものが、どっかはやるかなと、かすかな期待を持ってます。それは。NHK なんかも、本当にいい番組やってるとしても、見にくい時間にやるっていうのは、あれはどういうわけなんですか？あと、まあ、あれ、ETV ですね。ゴールデンにやるべきだと思うんだけど。ETV って、まあ、編成上と、いいんですけど、中身ですね。やっぱり ETV の教育の方は、ある程度やってるんですが、もう一歩踏み込むのは、世界中のメディアがやってる自己検証なんですよ。それは、単純に何度も言うように、自分たちの、報道をそのまま流して、それを検証すればいいだけなんで。本当そうですね。それが果たしてどこができるか。これは世界中のニューヨークタイムズもそうですし、アルジャジーラもやりました。日本の新聞テレビだけはまだ一回もやったことないんですが、それができるようになったとき、これ20年、30年先じゃなくて、今すぐやらなきゃダメでしょう、これは1年目が、それが試金石になってますよね。で、国会に関しては、できないということの反省もあるんで、国会事故調ができたわけですから。はいはい、まあ、これは塩崎康久さん、昨日、ニュースターの、朝日ニュースターのニュースの真相に出てもらいましたが、ゲストで。まあ、彼、その、国会事故調を作った、張本人なんですけど、はい、作ったおかげで今、自民党の中で、国会の中でかなり干されてます。あ、そういうことなの？別にそんなことをやるなと。はい。まあそういうような正しいことをやろうとした人を、取り上げない、またメディアの方も干すような報道っていうのは、最低ですね。まさに、それを変えるのが今しかないと思いますね。わかりました。今朝のコメンテーターは、自由報道協会代表の上杉隆さんでした。